田村などもシャケおととい、シャケトリックマグロです。シャケというね、本日もゴートシミュレーターをやっていくわけなんですが、まあいかんせんこのゲームね、まあゴールというゴールもないんでどうしようかなと思ってて、まあ、どこでねこの動画シリーズを終わりにしようかなと思ってた時に、なんとなんと、来月6月3日にバージョンアップ、バッチ 1.1 が、配信されるということで、まあまだやりがいはあるのかなと。そしてさらに新しくしたんですけども、このカスタムゲームでもうセレクト、あのね、いろんなのがね、もうセレクトできるらしいんですが、まあ今までね、なんか出したデビルとかエンジェルもあるんですけども、なんか知らないものもいっぱいあります。で、まあ一個一個試したいんだけども、もういっそのこと、これ全部選択してしまったらどうなるのかなっていうことで、ちょっと、全部選択した状態で始めてみたいと思います。よいしょ。どうなるんだろうね。まあ、デビルとエンジェルとか融合したらどうなっちゃうんだろうね。どう突っ込めばいいんだろうな。なんか想像以上に今気持ち悪い化け物ができてしまって、僕は一体どうしたらいいのか分かんないんだよね。こんなの歩いてたらさ、だからって別に強くはないしな、意外と引っかかるだけなんだよな。何なんだろうな、この上ってどうやっていくの。怖いんだけど、ジェットポット使ったら超怖いんだけど。ギャギャ撃っていった。何が起きてんの。あ、ジェットポット以外の能力が発動してるのかな。え、どこ、でも来ちゃいけないところまで来ちゃってきちゃってる。ゲームの境界線まで来ちゃったよ。何なんだろう。すげえ、いいキーを押すとジェットポットと、なんか多分デビルの力なのかな、召喚できるんだヤギを。もうね、もはや何系なのか、すげえ今処理が OK。何起きてんの。一番今ね、何もやってないから。何が起きてんの、神様。これ何が起きてんの。なんか飛んでった。止まんないんだけど。治った。怖え。なんか物がくっついてんだけど。勝手に飛び跳ねるんだけど。
ヤギどこ行っちゃうの。これもやヤギなのか、なんだ宇宙生物なのか。いややっぱエアタイムハードクリアしちゃいましたよね。なんで。もはやどうしたらいいのか分かんない。ちょっとあの時に行きたかったなって感じ。行ってみようかな。行ければ。え、なんか飛んでる。あ、待って。もはや何のゲームか分かんない。ヤギ来襲。やべえ、超処理重い。ちょっと、もう止まって。お願いだから止まってよ。君は何も悪くない。あ、あそこ行きたい。あの上行けっかな。なんだあの黒いところ。コントロールが効かないんだけど。そこで降りて。どうじゃ君が言うこと聞いてくんの。もうやめよう。あのね、コントロール効かないんでもうやめます。いやー、このゲーム面白いな。ただ気になるのはこのいろんなヤギの状態が、まあ、融合、今回融合したわけだけど、これらってどこで各々発動させるんだろうね。発動することできるのかな。これ一体何が起きてるんだろうね。彼の時と久々にコントロール聞いた。なのでね、 BGM が不穏なんだけど、これ何なんだろう。うわー、なんか近くにあるものが勝手にぶっ壊れていくんだけど、どういうこと。この能力、いろんな能力がくっつきすぎてもう訳がわからない。あ、なんか動けないぞ。多分ゲーム的に動けないところに来ているぞ。ここはどうしたらここはできるんだろう。いろいろ諦めよう。もう諦めてるはずなのに、あの上へ行きたいっていう僕の意志が止まらない。何が起きてんの。誰か助けて。止まって。そこでそのまま、あそこに黒い穴みたいなのなんだよな、あれなんだろう。お、行けるか。これだ。埋まった。この上やっぱ行けるんだ。あ、どうやって行くんだろう。これ上に乗ると風が。そこは風で吹き飛ばされないんでね。向こう側にあった扇風機は吹き飛ばされたら、この上に乗ったやつ。なるほど。まあずっと行きたかった場所にね、なんか行けたんで。うっ、はい、ということでね、まあ、今日は、いつも以上にカオスだったということで、ここまで見てくれてありがとう。お疲れ様、キリ。たまらんな。怖え。これもう何のゲームだよ。怖すぎる。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。